皆さんこんばんは、ティライです。今日は鬼滅の刃が韓国でどう呼ばれてるのかについて話してみようと思います。鬼滅の刃が韓国のマスコミの中でこういうあだ名がついたんですよ。これがなんとジョンビだっていうあだ名です。なんでこういうあだ名がついたかというと、これは僕個人的な意見なんですけど、僕が思うには韓国で鬼滅の刃っていろいろ話題になり、マスコミとか記事ですごく叩かれたんじゃないですか。めっちゃ本当すごく叩かれたんですけど、いつも鬼滅の刃が1位になるといつもこういう記事、鬼滅の刃煉獄杏寿郎神風にリトルとか、鬼滅の刃1位日本から韓国不買運動しないのってからかってるとか、なんか日本でこう、日本でこんなにからかってるのにそれでも鬼滅の刃見るのっていう、こう意味が含まれてると思います。こういう記事もあるし、なんか国内映画を占領した日本右翼漫画だっていう記事とかで、なんか鬼滅の刃を落とそうとすごくこう叩いたんですけど、でもこういう記事にもかかわらず公開してから今までちょっと人気が減らず、韓国映画でいつも指3本にはちょっと入ったんですよ。だからマスコミから見るとこんなに叩かれても人気が減らないから、本当ゾンビみたいに見えたかもしれませんね。それで今出る韓国記事を見ると、ゾンビ興行鬼滅の刃っていうタイトルをよく使ってるんだと思います。でもなんか個人的にはもっとかっこいいあだ名にしてほしかったなって例えば風刺帳とかなんかいろいろあるのに、ちょっと残念ですね。ゾンビって悪いモンスターみたいな感じだから、韓国で流行ってるミナリっていう映画があるんですけど、アメリカでも賞をもらってかなり人気なんですよ。それでミナリは韓国で結構ほっこりっていう感じの映画なんですけど、こうアメリカでも認められたし、ちょっと1位だったから、なんかこうやってミナリ対鬼滅の刃っていう記事にしたんですけど、ミナリには1位失踪っていうタイトルが、鬼滅の刃にはゾンビ興行っていうタイトルをつけてこうベトルさせたんですけど、やっぱミナリは韓国映画で、鬼滅の刃はなんか日本映画でなんか敵みたいなタイトルをつけて、韓国の映画が日本映画に勝つみたいな、それを見せたかったかもしれませんね。でも結果は鬼滅の刃が勝ってしまったんですよ。今ミナリは4位になってどんどん人気が減ってる状態なんですよ。なんでこう対決させたのかはわからないけど、なんかジャンルも違うし、なんかミナリもいい映画で鬼滅の刃もいい映画っていうことでいいんじゃないかなって、個人的にはそう思います。それで今回はなんかゴジラと争ってるんですけど、結果はどうなるかわかりませんね。なんか鬼滅の刃が負けるのを見たがるのかもしれませんね。鬼滅の刃は最初からなんかソウルから始め、なんかミナリ、今回はゴジラとももう3回戦なんですけど、本当鬼滅の刃ってすごいと思います。なんか見ないでって言うからもっと見たくなるのかもしれませんね。今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。ラクラクー。